はいっさ。いやいや、どうもどうも。皆さんお疲れ様です。マー君でございます。今日はオットモットの新発売でございますよ。豚肉プルコギ、豚肉プルコギ弁当だったかな。そうだ、豚肉のプルコギ弁当、プルコギ弁当だからね。アジアンフェアです。とりあえず飲もう。もう喉が渇いて、喉渇いてさ、帰りがなんかジュースかなんか飲もうかなと思ったんだけど、それをあえて我慢して。ちょっと最初は薄めのハイボールにしよう。薄めにしよう。最初は薄めで。はい、お疲れ様です。美味しいね。美味しいわ。ではでは、豚肉のプルコギ弁当開けてみましょう。あれ、なんか弁当箱変わった？あれ、このプルコギ弁当だけ？他の弁当も弁当箱変わるの？これだけかね？なんか、いや、透明なんだよ、透明。でも、ご飯のやつはね、いつものやつなんか。まあ、まあ、いいや。どうなんだろう？ホットモットのクルーの皆さん。これは、プルコギだけ？あと、コメント待ってます。おう、ああ、いい匂い。あ、もうすごいいい匂いだわ。これもう絶対うまいわ。もう匂いがうまいんだもん。豚肉に春雨入ってますね。あと、ニンニクの芽と、パプリカとか、ね、玉ねぎとか、まあいろいろ入ってます。それでは、豚肉のプルコギ、いただきます。うん。抜群にうまい。はい、おしゅうございます。うん、まあ、プルコギってものをあんまり食べたことがないのでよくわかんないんですけど、なんかこう優しい焼肉のタレのようなね、味わいで。なんかもう美味しゅうございます。うん。ご飯との相性も抜群。うん、この容器気になるな。今後もこの容器なんだ。
うん、うまこのプルコギ弁当ってほっともっとなんか初めてのような気がするな。なんか食べた記憶がない。これまた毎年出るのかな。ホットモット大好き人間としてはね、新しいメニューが出てくると嬉しいよね。ホットモット新メニュー新メニューと言いながら、大体毎年同じものが新メニューとして期間限定で出るじゃん。だから全く新しいのが出てくると嬉しいよね。うん、まっ、美味しかった。プルコギいいね。プルコギの定義が分かんないんで、プルコギと焼肉がどう違うのかちょっといまいちよく分かんないんだろう。うん、いやー美味しかったと思ったら素晴らしいよ。うん、と思ったらマークの味方だ。それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。